ケチャンネル。皆さんこんにちは。はい、ということで、今日は何を話したいかというと、なんかよくお母さんになったら変わるとか、母は強くなるとか、なんか自分の嫁が妊娠してから変わったとか、子供産んでからなんか凶暴になったとかって話って聞くじゃないですか。なんかそれをちょっとまだ気持ち早いんですけど、なんか感じたなってことがありまして、いやそれマジで聞いてほしいんですけど、あの私の性格上、人に対して、他人ですよ、全く他人、まあ、他人に対して怒るとか、切れる、直接何かをその人に言う、怒る、注意とかを言うってあんまりしないんですよ。なんか例えば店員さんがめっちゃ態度悪かったりとかさ、は？何あれって思う時って世の中であるじゃないですか。あっても直接その人にあんまり言わず、え、やばくない、今の人やばかったよねみたいな友達話したり、配信とかで、いやこの間こんな人がいてやばかったですよねっていう話をね、面白半分でちょっと自分の話のネタとして言うことが基本的に私はあるんですよ。まあ、世の中のね、人ではその人のためにちゃんと注意するって人もいる、多いと思うんです。私の友達っていうか先輩も、おかしいでしょって思ったら、その人に、いやそれおかしくないですかっていう風なね、アドバイスができる人も世の中にはいると思うんですね。で、私は言えないし言わない基本的なスタイルなんですけど、すごく自分に不快なことがあった。例えばバスツアーかなんかで行った時に、子供が後ろだったんですね、自分の席ので、こうやっているじゃないですか、移動で。そしたらすごい蹴ってくるんですよね、子供が。一瞬でブチ切れる。皆さんも多分そうだと思うんですけど、一回のさ蹴りでさ、うわーって言わないじゃん。だけん、あ、あ、スタートしちゃった、ごめんなさい、あ、なんかまたスタートしちゃった。大人注意しないのかな、親何してんのかなって思った時は、隣に旦那氏がいたら、ね、ちょっとさ、子供さめっちゃ蹴ってくんだけどって旦那氏に言って、旦那氏が言ってくれるんですよ。そうな、そういう妻なんですね。だからそれって、なんかお前が嫌な思いとか思ってることがあんなら自分で言えよって、私がこっちの立場だったら思っちゃうところはあるんですけど、まあでも私は旦那氏に言って、旦那氏が何かをしてくれる、ありがたいですね、本当に申し訳ないんですけど、まあでもそういう生活をね、今までしてきたんですよ。それは旦那氏はすごい優しいし、自分で言いなよとかそういうこと一切今までですねなかったんで、まあだから私も頼っちゃうところがあって、今までの言えないことを旦那氏に言ってもらうっていうことが基本的な私たちの夫婦のスタイルだったんですけど、二人でワイルドスピード見に行ったんですよ。ワイルドスピードの公開は6月の16日ぐらいだったかな、19とかその辺だったんで、割とその近くぐらい、妊娠ほんと安定期入ってぐらいかなに見に行ったんですよ。で、旦那氏と、後ろから2、3番目ぐらいの席に、ね、見てたんですね。で、始まりました、映画がね、始まって見てたんですけど、なんかね、どんどんするんですよ。まあさっきのバスの話じゃないですけど、映画館で。でもさ、ちょっとさ、当たっちゃう時ってあるじゃないですか、人間だもの。ちょっと足を組み替えた時にガンって当たっちゃったりとか、あとなんか物を落としちゃった、撮りたい、でも暗いからちょっと、あ、見つかっちゃったっていう時誰でもあると思うから、まあそれかなって最初思ったんですよ。でも、え、多くねって思ったんですね。もう映画始まってるから集中できなくなってきたんですよ。で、それが軽いトントンならないんですけど、結構わりかしでかいトントン、まあトントコトントントンみたいな感じで続いてるわけですよ。いや、これちょっと続くのかな、このまま。旦那氏に、後ろって子供って言ったんですよ。ちょっと見たんですけど、この真後ろなんで見えないんですよね。ちょっと斜め見たんですけど、こう隣の人しか見えなかったんで、こう見えなかったから、旦那氏に、私の後ろって子供って聞いたら、いや子供じゃないって言われたんですよ。まあ、子供だったらまたいいね、じゃあどうしようかって対応考えたんですけど、大人だったんですよ、それが。大人で、次に、女か男が気になりません？ね、ヤンキーだとか言われたらさ、もう完全に私無理ですよ。もう、我慢するしかないか、もう、旦那氏にまた処理してもらうっていう感じだったんですけど、若い女だったんですよ。やっぱひどいんで、もうだんだん、なんか僕ちゃんと振り返ったら、こうやって見てる女だったんですよ。で、大体、前の人が、こうやってやってくるって、感じませんか？後ろから見てて。だって、ここにいるんですよ、子供が。それがさ、こうやって見てくるってさ、私だったら映画見てても、何？ってなると思うんですね。だから私がめっちゃ蹴られた瞬間に振り返ったんですよ。しかも二人で、え、やば、私当たっちゃった、足とかあるじゃん。そこでやめてほしかったんだけど、まあ続くわけよ。みんなだったらどうする？いや、そ
それでさ、だんだんふつふつと怒りが湧いてきたわけよ、私の中で。ちょっと私、人に怒ったりするの苦手なんで、自分怒るとき震えちゃうタイプの人なんですよ。ビビりダサいですよね。え、これもういつ止めたらいいんだろう、いつ注意したらいいんだろう、え、もう一回来るかな、そういう余計なことをめっちゃ考えちゃったんですよ。映画やってるけどもう集中ができないんですね。で、旦那氏が、いや、あまりにもひどかったら言うよって言ってくれたんだけど、あ、分かった、うん、ちょっとまたひどかったら言う、あの、言うわって言ったんですよ、ね、だからもうその中では旦那氏にも言ってもらおうって思ったんですけど、最後にすごいでかい蹴りが来たんですよ。最後にめっちゃドンって来たんですよ。それが旦那氏も気づくぐらいのドンだったんですね。そこで私の中の何か本当に堪忍袋の緒っていうんですか、自分にもあるんだなって思って、堪忍袋の緒がマジプッチンってその蹴りと同時に切れたんですよ。で、ワイルドスピードの戦闘シーンだったんですよ、そこは。戦闘シーンで私がそこで急に立ち上がり、その後ろの女に向かって、足いい加減にしてくれますかって言った。しかもなぜかマスクを外して。そしたらさ、その女の人が飛び上がっちゃったの、びっくりして。で、足の感覚不感症の女が映画の戦闘中のシーンで急に前の人が立ち上がり、フルスピードで振り返り、マスクを取り外し、足入れたらしてくれますかってこのブチギレ顔で言って急に座るっていうね、いやーみたいな感じ。いや、笑い事じゃない、本当にごめん、私もね、いや、もうちょっと落ち着いてやめてくれますかとか言うこともできたと思うんですけど、いや、それまでの怒りがもうふつふつと湧き上がり、最後の一蹴りがでかすぎてブチーン切れて、わかる、それが子供ちゃんができたからなのかわかんないんですけど、私が生きてきた人生の中で、ただ自分の怒りをぶつける、他人に、ただ他人に自分の怒りをぶつけるってことを人生で初めてしました。私が怒った後に、いや、赤ちゃんいるんだからそんなすぐに立ったり座ったり大きな声出したりイライラしたりしたらダメだよって言われたの。いや、それ本当素晴らしい旦那さんだなと思うし、あの、ね、赤ちゃんのこと考えてたらそういう行動にはしなかった、ね、もうちょっとね、しなかったかなって、もっと別のね、あの、伝え方とかがあったんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと後先考えずにやっちゃうってことが自分の中ではめちゃくちゃびっくりなんですよね。子供がいるから変わってしまったのか分かんないですけど、関係は全くないかもしれないですけど、もう自分の中ですごい自分自身も衝撃的だったので、最初に話したように子供ができたり奥さんが妊娠したりね、もう出産したりとかなると、無意識のうちになんか性格とか変わったり、ちょっと強くなったり行動しなきゃって思うようになるのかなと、ちょっと思った日でした。ということで、ちょっとまあ強くなることはいいと思うんですよ、弱々しくなっちゃうよりかは。なので、まあこれからもね、もうちょっと子供のこと考えてね、お腹が出るからね、急に立ったりとかそういうことはしないようには気をつけたいんですけども、あの、体調とか気をつけて生活してまいりたいと思います。皆さん、お忙しい中動画見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いできたらとっても嬉しいです。ありがとう、バイバーイ。